今から美少年のグッズ紹介をしていこうと思います。いくぞ。何から紹介しよう。ペンダ？ペンダじゃない？え、うちわか。あ、うちわ。うちわだよね。じゃあ、かんさしくんのうちわから。こと細かく。こと細かく、あの、開けちゃった。今回は、なんか表と裏があるんですね。いや、今まではあるけどね。いや、あるけど、今までは後ろが前だけ。そう、かんさしみたいな一世かんさしみたいな名前だったけど、今回は表も裏もなんか顔があるんですよ。最近流行ってるよね。流行ってる。ジャニーズマークです。かんさしくんの表めっちゃ可愛いんだけど、やっぱいいわ。なんか歯見せて笑ってるのが初めてなんですよ。アイドルスマイル。アイドルスマイルね。なんか、かんさしって感じ。え、じゃあ、いっちゅーって。いっちゅーだよね、これね。ここに名前があるの。え、セコシーじゃない？いいよね、それ。え、めっちゃいい。で、後ろが、なんかこれが、今日の MC とかでも話してたんですけど、自己自己プロデュースみたいな感じで、好きなことをするんですね。でそれで、かんさしくんが選んだのが、みんな、想像通りのボクシングっていう観察したと龍が丹なんで、他の4人のうちは買ってないんですけど、龍が君の表どうなんですか？ビジュアル。え、最高じゃないですか。え、襟足はどうなんですか？え、襟足は切ってほしいけど、でもいいよね。このなんか真正面だっけ。そう、真正面。そう、歴代がここにあるんですけど、え、なんか成長感じる。え、やばい。え、今日さ、歴代並べなかったもんね。え、明日やろうね、絶対。後ろね。わーめっちゃいい。すごい、あの、会場で会ったさ、オタクたちみんなにさ、めっちゃ美人いいって言われた。じゃあ次、ペンライト。ペンライトは、一旦、袋から出してきた。これ紹介いるかな。ね、これに挟まってて、ジップロックがあって、はい、タラーッと、こんな感じ、かわいい、かわいいの、ここにケースって入ってて、これ、みんなの扉だよね。ここだけ文句が、これが本当になんか場所が分かりづらいの。会場暗いじゃん。今だったら見えるけど、そう、どこだってなる。で、あの、夕方が言うには赤とオレンジの区別がつきやすい。並べたい。つまらん。これ、赤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 、そう、ちゃんと区別がつくの。え、なんか、あれだね、トマトしえ、でも分かるよ。直接見たらマジで分かんの。なんか今まで本当に区別つかなかった。めっちゃ分かりやすいね。うん。紫も結構さ、ちゃんと紫だよね。うん。ほら、また探してる。探してんですよ。ほら、よくない？ちょっとなんか青っぽいけど。え、めっちゃ分かるじゃん、これで。うん、なんか分かります？このミラーボールみたいな。デビュー組のさ、ペンラもさ、持ちづらいやつとか結構多いじゃん。ある。あと、ここネジじゃないのめっちゃ良くない？え、そう。大事だよね。本当に。今日じゃない。今回ネジ持っていくか迷ったの。忘れたけど。ね、デビュー組ってネジ多いもんね。うん。めっちゃいい。これなのが本当にありがたい。分かる人には分かるよね。絶対分かるよね。だって、ネジのやつさ、電池抜かないもん。そうだよね。めんどくさくて。本当に。いつ切れんのって感じだよね。え、そう。結構使えんの。キンブレってすぐ切れちゃう。ほんと。え、次何紹介しよう。なんかグッズこれだけ？グッズこれだけ？グッズが少ないの？ポーチ、なくした。ポーチでーす。え、これ初開封だよ。かわいい。これ、何入れよう。めっちゃロゴだね。うん、スワールゴールド、ゴールド。え、中のさ、え、デザインあるくない？いくよ、裏地。せーの。ないじゃん。ないやん。おい期待させんな、ばっか。え、でもなんかめっちゃさ、なんか収納悪くない？本当だ。え、
コスメポーチ？すごくない？コスメ入れるにしたそう。ヘッパーファイル。めっちゃ双眼鏡入りそう。え、電池？双眼鏡入れてみる。双眼鏡入れてみる？ある？うん。私もそれに入れてきた。私もそれに入れてきた。アンパンマン。うん。ほら。何を？あ、あなたのちょっとさ、でかくない？うん、でかいかもちょっと。すごくない？これ電池もね、入れられる、入れられる。ね、そこに電池さ、そのまま突っ込んじゃってもいいしね。え、ほんとにいい。え、かわいい、かわいい。なんかヒーロー後ろに倒れてる。やばい。ほんと、じゃあ次、これ。なんだっけ、ビジュアルブックだっけ。うん、ビ。ビ。ビジュアルブック。あ、そうなんだ。かわいい。多分見せられない。うん、ダイクだな。表紙はね、いいからね。じゃあちょっといきますね。おう、あ、ここはさ、できたよね。次、大将じゃない？あ、次か。あ、かわいい。え、ごめん、パジャマとか言って、マジで。ちょっと待って、ごめんだね。めっちゃいいじゃん。いいじゃん。待って、かわいい、これ。かわいい。え、待って、かわいい。え、息子の人も、ここはすごいしさ、ここはすごいんだけど。大将じゃない？の。そうだね、次のパターン。あ、そうだね。で、まあ、なんで大会流動ってことで、この次が悲しいパターン。で、その次が悲しいパターンがワンチャンあるってこと。藤井ちゃんじゃない？藤井ちゃんじゃない？悲しい！待って、待って、めっちゃ怖いじゃない？これ。バックハグ？で、藤井さんだね。藤井かなだね。かわいいんだけど、かわいいね。ちょっとかわいいの。え、藤井ちゃん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 、藤本当にそうなんですよ。やばっ、なんかデートするみたいな感じだね。ね、こういうのがよくない？ちょっとかなるじゃん。待って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 、もう処理能力が追いついてない。やばい、一緒になったの。え、あのさ、ここの手がやばくない？うん。ええ、え、こうじゃん。こうじゃん。待って待って、手繋いでるの。あ、みんな手繋いでるわ。なんか見てはいけないものを見てる。かわいい。え、ここ、このページやばいで。え、痛い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 。え、やばくない？いっぱいあるよ。これ絶対自撮りでしょ。え、え、これは。やばいね。え、めっちゃかわいいね。やばい。え、これさ、ありがとう。ありがとう。腕組んでるオタクじゃん。このオタクじゃん。この腕の組み方オタクなんだけど。これでハードとかじゃんだろうね。オタクなのに。ねえ、かわいい。誰が撮ったの？ね、リュウガだった新人。え、本当に。え、でも結構ありえる。この笑顔はさ、リュウガじゃね？確かに。確かに。え、もう最後。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、これ。トレか。トレか。全部あるトレ。え、なんかさ、え、なに明星の厚紙。え、もう一回カナリュウね。いいよ、どこのカナリュウ。一旦これ。まずこれね。もうえぐいって、ほんとにもう。やばすぎるでしょ。え、なんだろう。誰が撮ったの？カメラマンさんだと思うけど。え、マジやばい。誰で乗ったの？誰で乗ったんだよ。しかもさ、他のメンバーはこういうのに、木馬みたいな。うん、木馬みたいなやつなのに。え、待って、藤田は何乗ってんの？藤田何乗ってんの？藤田は何も一緒に乗ってんの？コーヒーカップさ、カナリュウと藤井ちゃん。会話聞きたくね。ね。いや、あ、お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 、あ、何これ？前後、前後、前後。いや、そこも、藤田。文字藤田。大将が後ろなのか藤田じゃない？いやだ。やだ。で、この二人は隣ですよね。え、絶対、この二人がさ、この木場なのが、マジで会社との一致。で、この距離で。え、かなりがこれならもうマジで会社との一致。ああ、いいな。待って、やばい。これだけにどんだけ尺使った？で、次は？でも、1個しかないって。T シャツです。じゃーん。T シャツです。
てる人いたね。え、いたいたいた。でも暑かったからさ、全然いけたよね、T シャツで。夜は半袖はちょっと寒いかな。そうだね。あれと思ってた。カーディガンでいけたわ。ニットのカーディガン。え、マジいけたわ。ニットのカーディガンにワンピース。いけた。多分横輪までは無理かなとか思ってたけど、いけたわね。この手が、こんな感じ。え、これあんこで着てたじゃん。可愛かった。なんかさ、真ん中なんだね。確かに、この辺とかじゃないよね。そうそうそう。ドーンって感じ。で、後ろ胸、可愛いよ。可愛い。ドーン。じゃん。それぞれの。それぞれのドアです。イニシャルが書いてるから。っていうか、あるちっちゃいよね。ある難しそう。その、なんていうの、扉にする。よくここに入れたよね。こんな感じですよ。かわいい。でもこれで終わりだよ、グッズ。少ないね。でもこれだけ買って1万3000円したのにさ。ペンライトが今までより高いからね。前回ペンがトップ600円だよね。そっか、そこだよ。これ3000円したよね。うん。え、3000円、3000円ぐらいでしょ。うん。で、これはまだ2000円ぐらいしてるし。同じぐらいの価値なの。で、これもまだ2000円ぐらいでしょ。うん。もうちょっとしたら2500円とか。うん。美少年って入ってるだけで価値上がるじゃん。うん。ちょっと値段はあの私のテラップに載せるんで、編集の力で。じゃん。じゃん。うちは2枚買って、他全部1個で。3100円でした。本当に。じゃあ今日はこのうちわとペンライトとチケットで写真を撮ってみよう。終わります。バイバーイ。